ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。ああ。大丈夫だ、キリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しに、たった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい。その一心でな。ああ。ハルカが俺から離れようとしたって聞いたとき、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを今思えば、俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、はるかあの小さい体で必死に歯を食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが、今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ、キリュウ。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。サビにしてやる。
そろそろ来ると思ってたよ、キリュウカズマ。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。ふん。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野に知ってもそうだ。日本の国土ってのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？特に売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。ふん、逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャッカーをのし上がった男だ。来な、マフィアの怖さを思い知らせてやる。もらいましょう。
フィアの怖さを教えるよ。マフィアの怖さを教えるよ。はやキリュウカズマ、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうとキリュウの釈放はありません、伊達さん。だから言ったじゃないですか、手を引けって。ではハルカ、ハルカ。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私、本当はおじさんと一緒にいたかった。だけど、これ以上、おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。はあ、やっちまったか。すまない、
伊達さん。まあどちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことだ。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA？ ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかはわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれは水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ？そうだ、まだどこかで生きてるってことだなあ、遥か。俺はユミオ、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。ショー出てくるときにつけられてたみたいだ。何？もしかするとジャガの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。わかった。